まあ、でもそもそもスペイン村っていうのがそのあたり、やり方独特ですよね。まあでもそうだよね、三重県民でも遠いなと思うんだから、それは他の人からしてみたらめちゃくちゃ遠いよね。あとはここだけ切り抜いて使ってもいいと思うかなと思いますけど、今志村スペイン村でわーって話題になってますけど、今もう一つちょっと話題、三重県で話題になってるスポットがあって、日本一大きい、コンビニっていうのが実は三重県にあるんですよね。それがローソンの姉妹そべ店なんですけど、これ三重県民の人だったらピンとくると思うし、あれですけど、実はうちの動画でも取り扱ってるんですけど、ローソンの姉妹そべの、その日本一大きいローソンから、志摩スペイン村まで車で10分ぐらいです。実は今、あそこどこだっけ、水溜りさんが最初に、なんか行く企画とかで俺は最初見たかな。で、翔さんも行ったりとかしとってね、いうので、わーって、ちょっと話題になっとるローソンがあるんですけど、うちのところは、店内に入ってるのは南伊勢のところだから、そこと同じ経緯でできてるところですね。スーパーマーケットやったところが、マーケットチェーンが一つ、なくなって、で、その跡地を全部ローソンに入ってもらうっていう形にしたんで、スーパーをそのまんまね、スーパーマーケットをそのまんま、ローソンの看板にしちゃったんで、めちゃくちゃでっけえローソンっていうね、やつですね。そう、売り場面積自体は、その、南伊勢もそうなんですけど、そんなに広くないですけど、あれ、でもね、トイレの数は南伊勢はめちゃくちゃ多かったですよね。スーパーマーケットのトイレの、その、広さのやつをそのままトイレにしちゃってるんで、待って、男子トイレだったっけ、1、2、3、4みたいなね、感じだったような記憶があります。それはすごくありがたいですよね、トイレが多いっていうのはね。イートインスペースも広かったですしね、まあ、ただそれ以上にバックヤードがベランボに広いんだろうなっていう構造でしたけどね。面白いですよね。でもまあ、24時間の店舗がね、そこら辺できてるのはありがたいですけどね。意外とコンビニも少ないですからね。そうなんで、例えばマワヤンセで行くとかってなっても、多分、車だったらもう本当に10分ぐらい行けるんで、なんなら途中で出てきますよ。普通に道走っとったら、多分、ナビのルート通りに行っとったら、そこのところが出てきて、その先スーッと行ったところを曲がったら、志摩スペイン村の方にね、続いていく道になってくっていうような行動なんでね。だもんで、車だったら、まあ、ほぼ確実に寄れますし、志摩スペイン村行くときにね、寄れますし、回り合わせとか使ってね、公共交通機関で行く場合も、宇賀田駅から、多分志摩スペイン村に向かって行く形になると思うんですけど、志摩磯部駅っていうところで降りたら、歩いてだとちょっと遠いかな、バス使ったりとかになるのかな、タクシーだったらワンメーターできないかな、行けるんじゃないかなっていうぐらいの、志摩磯部駅から近い、歩いていくとちょっと、大変かな、どれかなっていう感じのぐらいですよねっていうところ、なんで一つ手前のね、その姉妹そべてところに降りてもらって行ってもらったらいいんじゃないかなと思います。姉妹そべからだと直進距離だと千葉スペイン村に一番近いんですけど、バスとかが出てないんでね、宇賀田駅の方から、あと一駅だけちょろっと行ってね、宇賀田駅から行ってもらったらいい感じになるんじゃないかなと思います、まあ別に県内だからすぐにパッと行けるんでね、一回ちょっと行きたいなと思いますけどね、また、ただあれなんですよね、うちがね結構予定がまたね、ちょっとね、急遽ね、動画のネタが出来上がったんですけど、それがね、結構リミットが迫ってるんですよ。まあ、ここだからね、先に言っちゃいますけどね、ここまで見ていただいてる方にはね、もうフライングで言っちゃいますけど、あそこ行ってみたいですよ。多摩地、田尻だったっけな、田尻駅、だったっけな、多摩地駅だったっけな、っていう 駅があって、そこが実は大正時代の駅舎をそのまま今使ってるらしいんですけど、で結構その駅舎がいいですよっていうような情報をいただいたんですよ。ただそこが、9月いっぱいだったかな、結構直近で、取り返しが決まってしまったらしくて、耐震性の問題とかがあるのでっていうので、ちょっともう取り返しが決定ということだったんで、ちょっと、取り壊し前にね、ちょっと一回見てみたいなと思ってね、行ってみようということですね。まあそうですよね、前行った、亀崎駅は、亀崎駅は、
明治19年製でしたよね。っていうので、日本一っていうのもありの、ですからね、当然多分再生とかいろいろ大変なんだとは思いますけど、残そうってね、日本一古いやつだからって言ってね、やっぱ残そうっていうところも、強くなるんですけど、大正時代とかってなると確かに古いんですけど、ね、日本一じゃないしなっていうので、なかなか日本だと、そういったところで、うん、プロモーション難しいのかなというところで、もう取り返しがね決まっちゃったってことなんで、うん、そこに行くってちょっと一企画打ちたいなと、思っております。ただそれが公開なのは下手すりゃ正月ぐらいじゃない、今の動画ストックから行くとね。ただその西日本でどれぐらい映像が使えるかどうかなんですよね。あのその許可取りとかそういうのじゃなくて、単純に映像の品質の問題ですね。さすがの、うちのところで、ね、その品質要求が非常に低いチャンネルとしてね、名高い、スターステージではありますけれどもね。とはいくらなんでも手ぶれがとかあんまりに広いとね、ちょっと使えなかったとか出てくると思うんで、そこら辺がどうなるかなっていうところですね。あ、でも今キッチンカー需要が増えてるとか、キッチンカーの専門店ができて、キッチンカーうちでオーダーメイドで作りますよっていうところできてくるんだ。まあ新しい屋台の形ですよね。新しいというか、そんなにね、キッチンカー自体は新しくもないんですよね。まあ、もともとアメリカではああいうキッチンカーっていうのはすごくポピュラーにありますし、感じでしたね。看板が書き換えてありましたからね。あ、どうしよう。いけない。別に時間に急いでるわけじゃないんで。で、なんだったっけ。うわ。ソフトクリームの跡がめっちゃ残っとった。あれ、ウェットティッシュどこ行った。何の話だ。すごいね、人間の記憶力の、弱さってすごいですよね。 何の話したっけ。ETC 乗るかどうか、まあ時間もあるし、みたいなところから、その前、なんか本題の話をしとったよな。その前になんで食堂か、食堂があるなって話をして、チラッと挟んでしまってから脱線しまくったんだよな。あ、怖えな。これ一人語りだからこうなるんでしょうかね。どちらかというと私の性格的な問題のが強い気がするんですけどね。めちゃくちゃ話飛ぶんですよね。もうバッタンバッタンね、あの会話の筋が飛んじゃうんで。よくこのあれところで何話しとったっけっていう、事態に陥りますね。橋ができとるの。意外と水位高いね。こんだけストーンと快適だと、なんか高速なのかどっちなのか分かる。横高速で同じ高さのところを橋上で走ってますからね。どっちが高速なんやって感じですけど。そろそろね、一度
カメラを切ってね、ちょっと友達に連絡をして、家の方までね行くかなっていう感じでございますな。どこから一回止めよう。家具屋さんかな。いいか、ここで切るか。一回ちょっと切って、また帰りに撮るかどうかまた考えてね、やっていこうと思います。切った切りをご視聴ありがとうございました。結局何の話しようとしてたのか、振り返って思い出したらヘアドリとかで入れときます。はい。